We are being for the long time! はい、アミカ、よろしく、どうぞ、ドロン、ほら、みんなが不得意なものは？ダンスが細かいこと。俺だけ即答でダンスを歌っていた。まあまあ、とがる客なんですけども、まあ得意なこともあれば、やっぱり苦手なこともあると。シコンが若葉っていうのとちなんだ、客をやりたいなと思いました。若葉ちょっと苦手なことがあるんですよ。海鮮。ああ、違う、それ、食とかじゃなくてね。若葉くん、絵が下手なんですよ。絵が苦手なんですよ。何描いてんねん、こいつとか。山中先生とか、思い出すのがさ。ああいうので、全然よくわからない絵を描き出すんですよ。うん、で今回僕持ってたんだけど、フィッシャーズさんを参考させてもらったんですけども、うん。メンバーの中で、絵が下手なやつの描いたコンビニ商品一致するまで帰れません。若葉次第でもあるし、俺じゃないよ。俺が書いてるんやから。正解を。若葉別にふざけんねん。いつも通りいつも通りで、若葉の書いた絵を皆さんが撮って、はい、皆さんで一致して、はい、帰りましょう。はい、大丈夫ですか。はい、若葉みたいな絵の自信の方は、いや、俺はだから通常通り、いつも通り書く。そう、だからそれ、はい、ということで早速やっていきましょう。せーの、やよ。はい、ということで早速若葉くん、一つ目のお題書いてください。はい、若葉くん、あの参考画像見ていい？あ、もちろんもちろん。あの子は見やんぞ。いや、見て、携帯一回も触ってない。プロや、一番アーティスティックですから。そう、彼が一番アーティスティック。そう、占い師で言われてたよ、占い師芸術的。あじゃあ、なんか私が絵うまいキャラみたいな、やめて。いや、絵うまいよ、これ。そんなんない。で、一番前のほうごめん。そう、めっちゃ上手。あ、藤田のほうが上げた。じゃあ、小野くん、早速、夢コンビニ商品お願いします。これを買ってきてください。さい。あっ、あっ、あっ、あ、分かっちゃったかも。これを買ってきてください。あ、分かったかも。いけない。はい、ということで、二度しの映画出ました。はい、はい、出ました。バリ難かったですが、一つずつさせていきましょう。はい、どうしよう。じゃあ、垂らしたから。オッケー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 。それっぽいのが二択だったの。おお、ドン。バカオムライス。おお、真ん中にこう卵あって、うん、周りになんか散りばって、はい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 、統計やと思う。確かにな。おーや、強いし。はい、こちらのあぶり鶏の特製親子丼。おー、真ん中に卵っぽいが乗ってたのと、なんかそう具材みたいなの乗ってたのと、こいつっぽいの。もうかぶってない、もうかぶってない。バカさせたやん。えんちゃん、私も M 氏と同じのガパオライス。おー、ほら、うん、ガパオライス。ガパオライス、いいじゃん。ガパオライス。お、実はガパオライス。おー、ガパオか。いや、そこっちゃ。僕、ミートソースドリア。え、あー、逆に？三角ね。あー、丸から。あー、その丸ね。わー。じゃあ、ガパオ君。正解います。あ、もちろんいますよ。あー、いる。あ、おんねん。答えは何でしたか？答えは中葉さん、答えは親子丼。正味これむずいやん。だってもう丸丸丸やから。まあそうね。まあ一品目だね。1品目やし、まあこんなもんでしょうか。とりあえず2品目当てましょう。 OK、 はい、2品目行こう。はい、ということで、むずいな絵だったんですけど、次は当てよう。これ、まだ5分経ったるから。オッケー。ちょっと難しかった。せやな、ちょっと難しくしたの。いや、もう食べたいものを買いたい。じゃあ、次行こう。2品目お願いします。僕は違うんですけど、僕は一瞬で分かるな。ちょっと凝ってるのかね、やっぱりどうかやな。考えたことないです。いや、プロ意識。おぉ、早い。じゃあ、ガカバさん、2品目、あっ、お願いします。こちら買ってきてください。はい。はあ。はい。はい。はい。はあ。あ、いや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 、あ、わかる。え、準備して。あー、幅広ない。はい。めっちゃ幅広ない。こちら買ってきてください。はい。めっちゃ幅広いけど、あ、でもなんとなく
試合難かったんですけど、2品目当てようと。うん、行きましょう。じゃあ先生、こっちゃん。はい、ピザポテトで迷ったー。一回も手に取ったピザポテト。なんか簡単です。いいね。はい、じゃあ A のこの部分が、うん、薄塩って書いてるここやった。ああ。なるほどね。あとキャラクター。はいはいはい、はい、あれね。うん、僕これちょっといいっすか。感動しました。どうかじゃあどう。生ハムロース。おー、いやこれね、みんな右見上見てほしい。この丸と餃子みたいな形。はい。これ生ハムロース。さっきの私なんですけど、ソーセージ。おお。これの右上にサラダが、なんとサラダなのよ。で。棒のやつ。はいはいはい、これかなと思いました。なるほど。スモークだ。うわー、桃生ハム。あ、ちょっと違う、ちょっと俺とちょっと違うね。でも同じような感じ、こう左上になんかあるよね、皿に乗った何かが。じゃあ川川くん、正解います。います。おお。まあ、でも誰も被ってない。被ってないからダメなんだよ。もうダメなんだよ。ウィナー、ウィナー。ウィンナーって言ったの。俺、マジでウィンナーって言ったの。なんでそんなウィンナーに稼働するの。そう、餃子やん、お前それ。焦らしてきたやん。あ、おい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 、やばい、やばい、揃えよう、揃えよう。じゃあ、全員違う。勝ってるものがもう、まずまず違うの。食っていいけど、食べていいの。食っていいけど、ええけど。じゃあ、おい、そらじゃあ、さ、探しながら。あ、かけまわった。だから、どうした。ちがかまさん、最初はお願いします。これ。おー、ちょっとこれ。おー、ちょっと用意して。わかった。これ来たわ。あの、王さん情報みたいなやつ。いやいやいや、これ俺来たわ。オッケー、わかった。最初はお願いしましょう。あ、わかったわ。よし。いや、これね、来たんじゃん。いや、わかりやすかった。一番ピンク。何え、今いい流れ来てるんでしょ。え、僕いいっすか。嫌なんやけど。もちもちチョコレート。もちもちチョコレート。もちもちチョコレート。おお。え、ちょっと待って。え、もちもちチョコレート。おお。じゃあ、じゃあ、待って待って。で、これめっちゃでかいから。え、お、終わったね、これ。終わったら最高最高。いや、もう顔が嫌。もちも。もちも美味しいな。あ、じゃあ一人食べるのがいいっすか。バナナ、バナナ、バナナ。三種類丸太が欲しがってるものは何ですか。こちらの絵は、もちもちチョコレート。もちもちチョコレート。やったー。これもう最高じゃん。うわー、全員チーム。もうやばい、顔がめっちゃ怖かった。みんな間違えてんねん、みたいな顔してたもん。これ過去最初じゃん、これ。マジで見てた。